見つけたぞ。あの、待ってましたよ。花は見つかりましたか？ええ、ありがとうございます。よし、花が傷む前に例として告白しよう。ああ、その前にお礼をしないと。いや、俺は。そんなこと言わないで。気持ちですから。穴場の釣りポイントがあるんです。鳩場の倉庫がありますよね。その裏手の岩礁です。大物が釣れますよ。ぜひ利用してください。ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございました。ところで、最新モデルが入荷したんですが、見ていきます？最新モデルも揃ってますけどね。すいません。流行の楽器見てってください。最新モデルを揃えてますよ。満金堂の VIP 会員を知りませんか？地下へ入っていく人たちですよね。見るからにお金持ちの。うちへ寄ってくれた人もいますけど、楽器は買ってくれませんでしたね。そうですか。すみません。お帽子はいかが？私が選んで差し上げますわよ。満金堂の VIP 会員を知りませんか？お得意様の中にいらっしゃいますけど、どこの馬の骨かもわからないあなたにお教えするわけにはいきませんわよ。はあ。鳩場で働いている方々にでもお聞きになったらいいでしょう。たまに背伸びしてここまで遊びに来られてますわよ。鳩場か。わかりました。ありがとうございます。すみません。いらっしゃい。風景から美女のブロマイドまで、アートな写真はいかがかな？聞きたいことが。満金堂の VIP 会員を知りませんか？ VIP 会員？満金堂の客はよく来るが、誰が VIP かはわからないな。そうですか。 VIP 会員ってのは金持ちだろ。金持ちを探してみたらどうだ？わかりました。ありがとうございます。Thank you.
すみません。おう兄さん、ここは関係者以外立ち入り禁止だぜ。聞きたいことが。満金堂のVIP会員を知りませんか？あそこにはたまに行くが、VIP の知り合いはいねえな。そうですか。満金堂のことなら俺より特製の兄ちゃんが詳しいと思うぜ。俺も最初は特製の兄ちゃんに連れられて行ったんだ。わかりました、ありがとうございます。すいません。おう、何の用だい？満金堂のVIP会員を探してるんです。徳生さんはもしかしてVIP会員ですか？俺はしこたまかもられてるだけだ。金持ちでなきゃVIP会員になれねえよ。そうですか。そういや、長風旅社に泊まってる金持ちがここんとこ派手にぶっこんでブイブイ言わせてるぜ。確かVIP ルームにも出入りしてたよ。長風旅社の。こんな汚い部屋もう嫌。他に部屋はないの？わかったよ。なんとかさせるから落ち着いてね。私スイートルームがいいわ。スイートルーム？そうよ、綺麗で広くて眺めも素敵なこの私にぴったりのお部屋。そうだね、君にふさわしいと思うよ。わかりました、ありがとうございます。もしかしてあの人か？金持ち。あの夫婦を当たってみるか。留守か。フロントに行き先を聞いてみよう。あの。ああ、あんたかい。銃の野郎はうちの従業員が捕まえたよ。え？しっかり取り立てて叩き出したところだよ。あんたにも礼を言うよ。ありがとうね。いえ。それはそうと、せっかく来たんだ。テレフォンカード買わないかい？テレフォンカードは1枚5元だよ。何度も電話するならいっぱい買っとくといいよ。1回1枚だったな。私が決めたわけじゃないよ。文句なら決めたやつに言っとくれ。で、何枚買うんだい？やっぱりやめておきます。なんだい、買わないのかい？すみません。なんだい？207にいた夫婦はどこに行ったか知りませんか？お部屋が気に食わないとか言ってスイートルームに移ったわよ。金持ちだと思ってわがままばっかり言うから少しふっかけてやったわよ。スイートルームは203よ。すみません。なんだ、あんたか。
ちょっと聞きたいんですが。何をだね。あなたは満金堂の VIP 会員ですか。満金堂？そうだが。俺に紹介状を書いてもらえませんか。はあ？愛しのスイカちゃんとこれからラブラブって時にめんどくさいこと言うんじゃないよ。ねえスイカちゃん。あんた何言ってんの？え？この人は私のバッグをひったくりから取り返してくれた人よ。話を聞いてあげなさい。はい。はいはい。紹介状、紹介状でしたね。ところで何の紹介状でしょう。満金堂のVIP会員の紹介状なんですけど。お安いご用で。ちょっと待っててくださる？さ、持っていきたまえ。ありがとうございます。紹介状をもらってきました。そこの木札交換所でVIPカードを発行できます。すいません。いらっしゃいませ。こちらのVIPカードを発行してください。手続きに2ヶ月ほどかかります。え？紹介状があればすぐに発行してもらえると聞いたんですが。紹介状をお持ちですか？はい。ご提示ください。これです。確かに。では300元いただきます。え？お金を取るんですか？発行手数料として300元いただいております。わかりました。払います。それではカードを発行します。ご来店の際は必ずお持ちください。お客様、VIPカードのご提示をお願いします。カードか。VIP会員です。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。
で、万来軒で酒を飲んでたら日本人が空手の勝負を挑んできたのさ。怖い。それから、それから。その空手野郎はビール瓶を割って兄貴に襲いかかってきたが。来たが？来たが？兄貴は間一髪避けて反撃。たまげた空手野郎は一目散に逃げてったぜ。俺たちも追いかけたんだが、逃げ足だけは早いのなんの。まあ空手っつうのは逃げ足だけは早いってわけだね、兄貴。まあそんなとこだな。すごい強いのね。おい、あ、おい、なんだっつうの、うるせえな。兄貴、またこいつです。てめえ今度は勘弁しねえぜ。エンさんはどこだ。エン、八ヶ村の石掘り師だ。イレレレ、あの親父か。事務所に、俺たちの事務所にいる。事務所どこだ。イレレレレレレ、わかった、話すから勘弁してくれよ。事務所の場所は長部旅社の裏から回って地図を書け。わかったよ、話さなきゃ書けねえだろ。早く話してくれよ。申し訳ございません、ただいまビップルームはご利用になれません。え、少々派手に遊ばれたお客様がおりまして。そうですか。Thank you.
頭、こいつですぜ。俺たちの邪魔をしやがる日本人は。一人で乗り込むとはいい度胸だ。エンさんはどこだ。エン、あの死にかけのジジイか、それとも堅物の親父か。何がおかしい。楽しませてもらうぜ。お前らは手を出すんじゃねえ。してくるんだな。どうしたの。レッドスネークのアジトでやられた。レッドスネークのアジト。エンさんがそこにいると聞いて。父が。でもエンさんの姿は見えなかった。くそ、なんとかしてあの男を倒さないと。リョウ、リョウ。大丈夫だ、これくらい。